辻さん、ありがとう。ようこそ。本当にありがとうございました。こちらこそ本当にありがとうございます。感動しちゃって。そして、郡山市立朝霞中学校の皆さん、すごかった。よかった。いやいや、よく頑張ったな。みんないい顔してた。うん、ねえ、辻さん、なんでまたこの、あの花咲くをあのレコーディングしようというふうなお気持ちになったんですか。本当に皆さんをこう頑張っている姿を見て、やはりこう音楽家としては、うん、あのやはり音楽でこう皆さんにこう諦めないでいただきたいって、そういう思いをこう伝えていきたいなと思って、それでこの曲にはそういう思いがすごく込められていて、そしてぜひあのたくさんの綺麗な花を咲かせたいなと思って、この曲は本当僕にとっても大事な曲になるんじゃないかなってすごく思いまして、それでレコーディングをしました。ありがとう。辻さん、ハグしていいですか。ありがとうございます。好きですね。もうこれね、感謝の気持ちですよね。すごいな。でもまあいろんな人のこの花への思いといいますか、はい、このあの花は咲くへのこの思いね、うん、あの見てまいりましたけど、いかがでした。一つ一つの思いがやはりここに花を通じて集まって、そしてまた全国に花のこういったパワーをこう信じて。パワーを使って元気になっていく人が増えるといいなと本当に感じますね。うん、本当に思いますね。本当ですね。さあ、それでは行きましょうか。ね、今日出演の皆さんと一緒にお届けします。花は咲くです。
君。